今回この三越ルベで開催してます企画展の羽衣の世界、ここへ私の所有しております能の衣装であるとか、舞台上で使う道具、もしくは古い書物を展示させていただいてます。ちょっとそのことについて説明していこうかと思います。能衣装と言われるものはですね、非常に当時の工芸品としては大変技術の高い、そういうものを使って、逆に言うとその能衣装を作ることによっていろいろな技術が進歩していったり、そういう工芸品であり、とても貴重であり、また高価なものなんですけれども、大半の能衣装は現在も京都で作られるものがほとんどです。今回展示してますのは、天女がまとって出るその衣、羽衣にあたる長剣と言われる本当に薄い生地でできた衣装、そして縫い箔と言われる、羽衣の場合にはその付け方が腰から下だけにこう巻きつけるようにつけて出てくるんですけれども、その縫い箔、そして飾りの帯のようにして使う腰帯、またかつらの上から頭に巻く、本当に鉢巻きのように頭に巻いていくんですけれども、そういう飾りの帯、かつら帯、そして能の舞台で使う扇、そして天の役が頭につける天眼といわれる冠があるんですけれども、それを展示しております。そして私たちが演じる中、実はこれ衣装をつける中でも一番最後につける表っていうのは能面のことなんですけれども、その表も今回展示させていただいてます。今回2面その表を展示しているんですけれども、一つは泣き像と言われる女性の顔なんですけれども、実はこれは比べてみないと分かりにくいかもしれないんですけれども、普通の人間の役っていうのには扱わない表です。どういうことかっていうと、今回のこういう天女の役であるとか、女性の扮装で出てくる神様の役とか、そういう実は人間、今この物語の中で人間として出てくるって役ではない時に使われる表なんですね。ですからよく見ると何かちょっと違うな、そんな顔つきをしています。もう一面展示してますのは霊女と言われる、女性なんですけれども、幽霊の役で出てくる表です。これは羽衣には使わないんですけれども、今回こう比較して見ていく中では、こういうものもあるんだな、皆さんにも分かってもらえるようなものを持ってきております。恨む、嫉妬する、そういうストーリーの曲っていうのはあります。角隠しなんていうのを婚礼の時にもつけるように、女性にはこう角がある、その嫉妬の度合いが激しくなるとその角が伸びるという話があるんですけれども、能面の中にも生なりって言ってちょっとだけ角が出てるもの、般若って言ってもう少し角が伸びるもの、信者って言ってもっと角が伸びて、それがその嫉妬の度合いによって角の長さが違うんですけれども、そういう鬼の役、恨んで出る、そんな役で使う能面もございます。でも恨んで出る、何か妬んで出る、そういう役の面もよく見ると、何かその顔つきは
少し寂しそうに見えます。心の中にはこれはもう女性の役だけじゃなくて男性の役にも心の中にはみんなそういう鬼になるかもしれない、そういうものが存在するんだっていう話をもとに脳は作られているんですけれども、ですからそういうふうになりたくなくてもそれを出さざるを得ない、出してしまうっていうのが物語のストーリーになってます。ですからその怒ってる、そんな表もよく見ると人が怒る、もしくは恨むっていうのはどういうことなのかな、そんなことを感じてもらえるかもしれません。そしてそれぞれの衣装もなるべく近くで見てもらえるように今回展示してるんですけれども、とても丁寧に細かくそういう作業の中で作られている衣装です。羽衣の演目にはよくうちの流儀は白い衣もしくは赤い衣っていうのを使ったりします。ストーリーの中ではこの天女の住んでる月の世界には白い衣の天女と黒い衣の天女が住んでますというストーリー、そういうセリフを言うんですけれども、一つの象徴としてこの舞台で演じるために赤い条件といわれる衣装を使うことが多いです。で、今回ここで展示してます衣装も赤地に桜、しだれ桜の模様、そこにこう鳳凰が織り込んである、そういう衣装です。脳には季節、そういうものが定められてます。簡単に言うと5つの季節の分類があります。どういうことか、春、夏、秋、冬、じゃあもう一つは何ですか、季節を定めてませんというふうに5つの季節の演目に分かれています。羽衣は舞台の中、舞台のセリフの中にも出てくるようにある春の一日の出来事、そういう物語の展開をしてますんで、その春の象徴として桜の柄を使っております。そして中景といわれる扇、今私は持ってるこういう扇とは実は作りが違うんですけれども、閉じても少し開いた形になっている、それが中景といわれる扇なんですけれども、その扇には桜と松の絵が描かれています。これもよく羽衣の演目で使う扇です。そして天眼、頭にかぶる冠、流儀によって少しずつ形が違ったりするんですけれども、甲州流ではその天眼の上にこう月が乗っかってるんですけれども、そういう冠を使います。そして今回は他の演目ではっていう説明ができたらいいなと思って、蝶々の役になる演目があるんですけれども、その時には頭にその天眼の上に蝶々を乗っけて出てくる、その蝶の天眼に使うものも今回展示しております。そしてかつら帯、腰帯っていうのも本当にちょこっとしか見えないような、頭に巻いてあっても実際には面をつけてますから本当に横、後ろに垂れ下がっているところちょっとしか見えないものですけれども、非常に細かい刺繍が施されています。そして腰帯も本当に衣装の隙間からちょこっとだけしか見えないんですけれども、実は見えない腰が後ろ側に来る部分にも同じような模様が施されています。しかしそれはお客さんには実は全く見えない、そういう部分です。そのぐらい見えないところにも気を使いながら、もしくはそういう思いを持って舞台上から演じるっていうのが脳の中の本当に基本思い、そういうものになってます。そして甲賀肝腎脳といわれる、特に江戸時代は脳は
もう武士たちだけのたしなみ、いわゆる式学であって、一般庶民はなかなか見ることができなかった。そういう身分制度のある時代になかなか武士たち以外は能を見るどころか、それを自分たちが演じることを習うこともできなかった。ただ江戸時代も途中から解禁になったのが謡といわれる、歌うことに関しては一般庶民もたしなんでいいぞ、まあ、そんなお触れが出たと言われています。そして今回展示しているところの中には、その甲賀勧進能の絵巻物の一部も展示しているんですけれども、どういうことかと言いますと、これは江戸時代にあった本当に一般庶民が能を見られるという本当に大きなイベントが、本当にこの催し物は江戸時代に数回しかないんですけれども、その甲賀勧進能っていうのは、いわゆる一番近年に近い、いわゆる江戸時代最後にあった甲賀勧進能を、当時の甲州流の太夫、いわゆる流儀のトップがですね、役者たちたくさん使いながら一大興行をする、まあ、その時の様子をこうまとめた絵巻物があります。まあ、今でいうこうドキュメンタリービデオみたいなものなんですけれども、そこには細かい様子がいろいろ書かれてます。本当に舞台上のことだけじゃなくて、客席がどうなってる、楽屋がどうなってる、当日どういうお弁当を出した、いわゆるコンサートグッズのように売っていた商品はどういうものがあったのか、舞台の寸法は、入場券はこうやってすりましたっていうふうに、いろんな場面が出てます。そして会場も場面も出てるんですけれども、そうすると客席があって、まあ、今のコンサートでいうとこうアリーナ席に相当するような席、後ろのマス状になったところであるとか、もっとその後ろにある1階席2階席のあるような部分とか、その奥の真ん中に特別な客席が描かれてます。ここが将軍専用の席だった、まあ、そうやってあの絵巻物を見ていくと、まあ、いろんなことがこうタイムスリップしながら感じ取れる。それも能のことだけじゃなくて、何か当時の時代のことが分かるような、まあ、そんな絵巻物の一部も今回展示しております。そして今お話ししましたように、一般庶民が謡を歌うことは解禁されて、実は江戸時代になっていわゆる教則本に相当する謡本というものが発行されるようになります。その江戸時代に一般庶民向けにこう作られた謡本、その光悦本といわれる、まあ、とても豪華な表層で作られた謡本なんですけれども、その現物も今回展示しております。そしてこれは実はどういう役者が持ってたものかといいますと、その先ほどお話した甲賀勧進能にも出演してる、ある役者が持っていた、私どものうちにもあるものは、その本当にちっちゃい、こんなつづらをちっちゃくしたような箱に、実はこう錠前もついてるんですけれども、そこに全部の演目の片付け、まあ、言ってみれば、これは本当に企業秘密のような、舞台でどうやって演じるか、もう全曲書いてある、そんな書物と一緒に、舞台上の衣装はどういうものをつけるのか、もしくは、舞台上ではどういう心を持って出なきゃいけないか、まあ、そんなものがひとまとめになった書物があるんですけれども、その中に舞台で使ういわゆる舞台装置に相当するものがどういうものになっているのか、もう全部手書きで書いてあるんですけれども、そのちょうど羽衣の松はこうやって作ってこういうものを出すんですよっていう、いわゆる説明書きみたいな作り物に関しての図も今回展示しております。ぜひ皆さんゆっくり見て、何かいろいろなことを感じていただけたらいいな、そう思っております。